まずですね、イスラエルのね、人たち、どれぐらい人質に取られているかということで、イスラエル軍から発表がありました。これ CNN が伝えてるんですが、ハマスに取られた人質はですね、155人ということだそうです。まあこれね、一応解放するためのね、取り組みというのは、まあ各方面で行われているらしいんですが、イスラエルのですね、ヘルソグ大統領は15日、イスラエル軍が直ちに無条件で人質を取り戻すための取り組みを進めていると言ってます。様々な情報源を通じて、人質の正確な運命を特定するために、 安全を尽くしている国際社会からの明確な非難と人質解放の要求を求めるという風に言ったそうですでさらにですねイスラエル大統領はハマスがですね国際人道法のあらゆるルールに従わないため複雑な状況となっていると指摘とハマスは数年にわたりイスラエル兵やそのご遺体過去のですね戦闘で負傷した市民を、まあ、拉致したままねキープしてですねそうした人々の運命や居場所心境といった情報は明らかにしていないということです人質救出っていうことであればねこれ国際法の範囲内ですからまあ、当然、ね 自衛権の一部ですけど認められるんですけれども、これね、徹底的に隠してますしね、プロパガンダにもまあ使ってるみたいですよね、赤ちゃんどうか赤ちゃん抱っこしてる、あれ、イスラエルと違って、ウェルウェル赤ちゃんをしたりしないよみたいなことを言ってたらしいんですけど、いやいや、君ら、襲撃の時やってんじゃねえかみたいな話で、何の説得力もないんですけれども、このユソグ大統領のご指摘のとおりですね、国際人道法のあらゆるルールに従ってないということなんで、本当にちょっと困った連中だなと思います。でそんな そ中ですね、アメリカ大統領がイスラエル訪問検討ということで、えニュースが入ってます。えこれね、今日の朝え、このニュース出てたんですけど、ブルームバーグの記事がね、これいいかなと思って、ちょっと今、皆さんと共有したいでね、目の前にあるんですけど、アメリカ大統領、イスラエル訪問検討と関係者、ガザ長期戦略大きな誤りという記事ですと。バイデン大統領は、ネタニヤフ首相とですね、電話会談した際にですね、招待を受けてですね、数日中に、あの、イスラエルを訪問することを検討していると。 関係者の、まあ、リークでこれが明らかになったということです。まあ、まだね、朝の段階では決定はしてないみたいなんですけど、ホワイトハウスが発表している、訪問はないとの声明を、まあ、一応考慮したと。NSC のワットソン報道官は、まあ、訪問はないと言ってると。で、それから、あと、ブリンケン国務長官ですね、再びイスラエルをですね、まあ、訪問してですね、パレスナ自治区ガザを実行し合いするイスラム組織ハマスが、イスラエルの大規模攻撃を開始して、以降で2度目のイスラエル訪問を予定ということです。軍事行動及び人道的努力を巡る 調整を継続すすると言ってまイスラエル攻の,、ねまあの準備は進んでまして日経新聞などの報道によるとね400両近いまあ軍事車両をねこれ装甲車両も含むんですけれども境界線のね外側でまあ待機しているということですなんか35万人ですかえー、なんかすごい人数が動員されているとこれ振り上げた拳ね下ろすのなかなか大変なんですけどただねガザーどこまでやるのかっていうことですよね この辺、あの、みんなが心配しているところではあります。このですね、まあ、バイデン氏ね、えー、先ほどの、ま、ニュースの続きなんですけど、CNN ね、さっきのその、ガザ占領なら大きな間違いっていうやつをですね、詳しく報じているんですよ。これどういう趣旨かというとですね、バイデン大統領がですね、昨日ですね、イスラエルがパレスナ自治区ガザを占領下に戻すのは大きな間違いとの喧嘩を示す一方、同地区を実行支配するイスラム組織ハマスへの報復攻撃には改めて支持を表明したということです。で、これは CBS ニュースのインタビューでですね、まあ、語ったんですけど、 あの、収録自体は13日に行われたものだそうです。で、バイデン氏はイスラエルによるガザ地区の完全包囲を支持するかどうかという質問に対し、イスラエルが戦争のルールの範囲内で行動することを確信していると答え、ガザ住民が医療や食料、水を確保できる道はあるだろうと述べたということです。これ結構ポイントですよね。 イスラエルの最大の後ろ盾の、この、まあ、アメリカね。で、その大統領がですね、戦争のルールの範囲内で行動することを確信していると。お前らちゃんと国際法守ってやれよ、ということを、まあ、一応、牽制したんですよね。さらに、まあ、今ね、食料とかね、えー、電気は復活するのかな ね、電気はとりあえず供給、またね、再開したみたいなニュース入ってますけれども、医療とか食料とか、まあ水ですよね。まあこれ、エジプトの方からね、物資入れるっていう話出てますけれども、まあそういう道はあるだろうと、まあおそらくこのね、エジプト経由でということを意識しての発言かと思うんですけれども、まあこういうのも出てました。 イスラエルのね、ガザ再占領を支持するかどうかという質問についてはですね、まあ、はっきりとですね、それは大きな間違いだとね、いうふうに答えたそうです。ハマスは完全に排除する必要があるとした上で、パレスチナ国家を自立し、イスラエルと共存させる道を探るべきだとの立場を改めて示したということなんですけど、まあ、そもそもね、ハマスがガザ地区を支配するきっかけになったのはですね、アラハマト議長の死ね、 PLO のねアラファット議長が2004年に亡くなってでその後ですね2006年に選挙があったんですけどその時 PLO 負けちゃったんですよね。 ファタハね、いわゆるね、今のあの、パレスナ自治政府ですよ。こっちが選挙負けでですね、ハマスの方がパレスナ議会選挙ね、結構なまあ、議席を取ってですね、で、それでまあ、連立内閣みたいな感じでやってたんですけど、その後ですね、その2007年からね、ハマスがですね、ガザ地域でですね、まあ、勝手にあの、統治を始めたんですよ。まあ、NHK のね、こう、ニュースウェブにちょっと解説が出て、これ読むとね、イスラム組織のハマスに2006年の議会選挙でですね、ファタハが負けてしまったと。で、この時ね、そのハマスはですね、軍事的な強硬派と言われていますが、インフラ整備と がね医療に取りり組むなどなどんかいいいいろろことやりましたってそれは主導権握るたためにやったんだよういうことねそういうい人助けみたいなことやってですね、ハマスにですね、まあ負けちゃったと。ファタハがね。で、ハマスはイスラム教の教えを厳格に守ろうという人たちで、ガザ地区を中心にパレスチナの解放を訴えています。過激派と呼ぶ人も多いのですが、軍事部門でイスラエルと武装闘争を続ける一方、事前活用や像や教育支援で貧しい人の生活を支えたりもしていますと。まあ支えながら、ね、活動家として、リクルート するわけですよあの誰かさんが新宿にほらカフェ出してさ活動家リクルートみたいなことやってるでしょ。 あれと同じことやってるわけ。だから、これをさ、事前活動や教育支援でってこれ言うのはどうなの国際援助を中スキームで活動がリグルートしてるんだけどさ、あんまりこういう言い方はいけないと思いますよ。NHK さんもね。まあまあまあ、でもとりあえずこのまま読みますよ。とりあえずね、こう書いてあるからね。はい。武装闘争を続ける一方、事前活動や教育支援で貧しい人の生活を支えたりして人気取りした結果ですね、2006年の選挙で、まあ勝ったんですよ。で、勝ったんですけど、ね、その選挙に勝った後、2007年からガザを独自に支配するようになってますということで、ほら。 ヒトラーと同じじゃん。選挙で一回勝った後さ、もうその後非常事態宣言みたいに敷いて、2007年からもう今だって2023年だけどさ、もう足掛け16年近くですね、ガザ地区支配してるわけですよな。まともな選挙なんかやってるわけないしさ。それをね、一回選挙で勝ったからどうのこうのっておかしいでしょうと。そのテロリストがさ、ヘゲモンに奪うために最初は民主的な手続き取るなんてこれ当たり前のことですからね。だからハマスはだからまあそういう組織なんですよ。なので、えー、当然ですね、パタハとも、えー、未だに対立しております。で、今日の朝ね、私ね、重大予想で有名な イアン・ブレマー氏ね、のツイートをちょっと引用しまして、パレスナ自治政府のね、アッパス議長がですね、ハマスはパレスナの代表ではないということをですね、はっきり言ってると。これ前の記事にももうなってますけどね。これをまあ言ってて、要はその、パレスチナ人といってもですね、ハマスがそれを全部代表してるってわけじゃないと。パレスナ自治政府もあると。 で、このね、バイデン大統領のこのね、えー、意味深なセリフですよ。パレスチナ国家を樹立し、イスラエルと共存させる道を探るべきだとの立場を改めて示した。これ、意味わかるでしょハマスって共存の道を選んでないわけよ。まあ、党の綱領をね、ちょっとトーンダウンしたとは言われてますけど、基本的にイスラエルの存在を認めてないわけ。でそんな人とは交渉できないでしょで、しかも今回こんなテロやってるわけですよ。なので、ハマスなきパレスチナでも全然問題ないの、ないわけよ。だって別にさ、過激派なわけだしさ。パレスチナの人としてはまあ、イスラエルと共存する道ってもあるわけだよね。 まあお互いに共存したらいいと思うんですけど、そのイスラエルの存在認めないっていうからさ、イスラエルも過剰反応してね、いろんな問題起こるわけで。まあその辺ね、どうなのと。交渉の相手としてさ、ハマスってどうなのみたいなね。まあそんな感じです。あとね、もう一個ブルームバーグにこんな記事出てました。アメリカ、イスラエルとハマスの紛争拡大阻止に注力。シャトル外交を展開ということで、アメリカとその同盟国はイスラエルとイスラム組織ハマスとの闘争がより広い地域に拡大するのを防ぐ取り組みを強めていると。 イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザに地上侵攻すれば、イランの関与を招く可能性があると、アメリカなどは懸念していると。サリバン、大統領補佐官は15日、CBS の番組、フェース・ザ・ネーションで、アメリカがここ数日イランに対し非公式ルートで、戦闘をエスカレートさせないよう警告し、警告してきたと発言。イランが直接あるいは、レバノンの新イラン民兵組織ヒゾブラを通じて介入する可能性を排除できないというふうにしたということですね。イスラエルの強国一致内閣は、ハマスを壊滅させると、いうふうに言っててね、30万 人人の予備役を動員しているとねね万人です、ね、アメリカはですね、まあ新たな先端が開かれないようにですね、まあ、カタールに対してね、イゾぼラにもうちょっとやめてくれと、ね、挑発するのはという、まあこういうこともやっているということですね。紛争がこの地域を超えて拡大する恐れが高まる中、一連のシャトル外交でも、まあパニックの予想はまあ明白だと。まあまだそのパニック収まってないと。え、イギリスのクレバリー外相はですね、スカイニュースに対して、イスラエルに対しエスカレーションを避けるため、民間人の犠牲を最小限に控えるようにというふうに求めたということです。ガザ地区もですね、 人々はですね、なんか60万人ぐらいはもう避難したのではないかというふうにイスラエル軍は発表してるんですが、そもそもね、100万人のまあ避難っていうのがね、無理ゲーですからね、果たしてどうなのかと。 今日ね、朝ね、おはようテラちゃんのね、あのニュースの中でね、チャイナがこの中東問題で存在感を増してるみたいな記事があったんですけど、ええってちょっと疑問を呈したんですけど、アメリカはブリンケンは行くわね、もう、もうバイデンも行くかもしれないみたいな感じで、もううわーってこうやってるのに、チャイナには何やってるかというとですね、NHK のね、今日の記事なんですけど、チャイナの大きい外相ね、エスラエルの行為、自衛の範囲を超えているということで、まぁエスラエルをディスってるということですね。 中国外務省によりますと、王毅外相は14日、サウジアラビアのファイサル外相と電話で会談と。で、この中で、えー、王毅氏はですね、中国は民間人に危害を加えるあらゆる行為を非難するって、お前散々香港とウィグリでやっいて何言ってんだこいつって感じなんですけど、で、イスラエルの行為は自衛権の範囲を超えている。ガザ住民への懲罰をやめるべきだって、台湾侵攻するとか言ってやつがよく言うよって感じなんですけどね。まあ、なことを言ったんですけど、これ、あの、ね、お気になってわかる通りですね、電話で <laughs>、電話対応です。 チャイナは基本、あの、外務大臣が電話対応ね。習近平どこ行ってるかよくわかんないみたいな感じでね。アメリカはそのね、も、ま、う、あ、ブリンケンも2回のイスラエル訪問。そしてもうバイデン自体も出てくんじゃないかみたいな。大統領が自らイスラエル行くんじゃないかみたいな。そんななんか自制を呼びかけてるみたいなことです。すごい出張ってきてるんですけど、チャイナはまあそんな感じと、えー、いうことです。これに関連してね、まあいろんなこう、お互いね、そのまあ情報戦みたいになってるところもあってね、フェイクニュースなんかももうしきりに流れてて、昨日なんかもね、言いましたけどね、避難する人を妨害する爆発がバーンって起こると、イスラエルが空爆したよとか言うんだけど、あれ嘘だって見抜かれたりした,でしょで最近、ねまた アイアンビームというね、レーザー兵器ね、イスラエルが元々開発してたものなんですけど、これが実戦投入されるみたいななんかこう出てるんですけど、これもないそうです。 はい。JSF さんがですね、これは投入されないということで、こんな、あの、ブロン書かれてます。イスラエル軍が、レーザー兵器、アイアンビームを実戦投入したというデマが流れる、しかし、同兵器は未完成ということで、書かれてますよね。こんなのとかですね、まあ、他にもね、ま、いろいろこういう、こう、ウェイクニュースが出てですね、まあ、人々をこう、惑わそうというかですね、まあ、そういうの出てるんですよね。 例えばですけど、この間のね、イスラエル軍がその、避難する車列を空爆したみたいなやつとかさ、他にもまあいっぱいありますよね。なんであの皆さんこういうのね、面白いと思ってこう拡散するとね、まんまとその、受注みたいな感じになりますので、もう気をつけましょう。篠田秀明先生が懸念してること、まさにその通りで、国際法をね、超えるような過剰な自衛権の行使があると、やっぱイスラエルに対する追い風っていうのはやんじゃうんで、イスラエル必死に説得して、まあ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 ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってつって、やっていると。A のね、避難通告からもうだいぶ時間経ちましたけれども、まだ本格的な攻撃も 行われてないですね。とにかくハマスをね。まあ排除してね。そしてまあパレスチナ国家を樹立して共存共栄でやりましょうよ。みたいな方向を落としどころにですね。今必死のこう外交努力が続いているとまあ、日本もこれだったら歓迎じゃないですか。パレスチナにもイスラエルにもね。両方日本はいい顔してますから、双方に対してね。相手の存在を認めないみたいな。そういうのはもうやめましょうよ。と。 それはおかしいと。で、そういうこと言う人はもう、もう、いいですと。もう、こいつらは交渉場にいなくていいです、テロリストですと。ね。そうじゃない人たちで、ね。まあ、まずはそのね、ルール決めて、レスチナ国家はできれば自立してね、まあ、選挙もちゃんと行う形でね、やりましょうよと、ということかなと。まあ、そんな中でですね、まあ、ガザの人々がね、飢え死にしたりしないようにですね、まあ、物資を入れたりとか、電気の供給、ね、イスラエル再開したみたいですけれども、あと、水道かな。はい、こういったものもですね、まあ、しっかりとインフラもね、まあ、やってですね、変な形でね、まあ、市民が巻き添えになることでね、あの、市民が巻き添えになると、 リクルートされちゃうのよ。それの再生産をハマスはやろうとしているので、イスラエルも本当悔しいけれども、まあ、ここはねちょっとね少し自制してね、アメリカからもいろいろまあ公式くらいアシグてリクエストあると思うんで、まあその辺話し合いながらですね、まあ、とはいえね国民向けに振り上げたコピション下ろさなきゃいけないですから、ハマスは全滅させるで私はいいと思うんで。 ぜひね、その辺ちょっとうまいことね、ちょっとかなり難しいんですけれども、まあ、イスラエル軍の、えー、この軍機をもってすればできるかなと思ってね、やってもらいたいなと。まあ、一般市民の犠牲は最小限にね、えー、するように。まあ、でも犠牲ゼロってわけにはいかないんでね、これがまたね、難禁事件みたいになっちゃうとまためんどくさいんですけれども、この辺のですね、情勢ね、引き続き、えー、ウォッチを続けていきたいと思います。ということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひ、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、t h a n k ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。